各皇后は北総の第四代皇帝。人宗の最初の皇后。欧州近条県の出身。曽祖,祖父は各隆。祖父は各守。父は各院業。天聖二年に立皇されたが、人宗はもっぱら、長子を長愛しており、各皇后が目通りするのは稀であった。人宗は長子を皇后に立てたいと望んだが、 母の劉皇太后が反対したため、沙汰闇となった。長子は、美人の位にとどまったまま死去した。明道2年3月、皇太后劉子が報じた後、仁宗は初めて自身の実母が、李心妃であったことを知り、深く痛んだ。その後、尚美人と陽美人が共に長愛を受けるに至って、各皇后はたびたび嫉妬に奮怒したという。尚美人が、仁宗の御前において、 皇后の言葉を遮って話すという無礼を犯した。怒った各皇后が、なお美人の方を叩こうとしたところ、止めに入った人相の顔を誤って叩いてしまい、また皇后の爪が人相の方を傷つけた。激怒した人相は、縁文王や両恵比斯館に顔の傷を見せ、廃校の相談をした。両恵比斯館は皇后によって職務を罷免されたことで恨みを抱いており、 イニシエにも、また例はございますと言ったため、同年12月、各皇后は廃された。中進むの子道助、カンカ漁師の藩中縁や、男将連羅10人が、皇后に過ちはありません。廃してはなりませんと訴えたが、えって罰せられた。廃校となった各氏は、日として出家させられ、清志玉慶沖美王選手の称号と、聖護という道名を歌しされた上で、今日、 長楽宮に移された。慶介元年8月、閣秘の身柄は、八日宮に移り、金利は教主沖稀元氏といった称号を賜った。一方、なお美人も敗されて、ほら誠宮で同州留と留として出家、曜美人も別宅に置かれることとなった。翌月、宗氏が皇后として作立された。翌年、人宗は、宗皇后と、夫婦仲が悪く、 核日を思うこと花は,はだしかった。そこで、見舞いの使者を使わしたところ、火の返答が大変に鎮痛であったので、人相は哀れに思い、密かに召し出した。火は、もし、再びおしを賜るのなら、百貫の立つ中で炸裂する場であってください。と言ったという。やがて、核日が軽い病を患ったので、人相は塩分をお使者に立て、転移を使わしたが、数日後に、 各秘は休止した。宮中でも、高官でも、塩分王が毒を持ったのではないかと疑ったが、真相はわからなかった。人相は、各死の死を深く痛み、後方の位に伏せしめたが、送り名を賜ることと僧病に祀ることは提示た。創島巻9、人相起点、生2年11月木の富城による。宗島巻10、人相起名堂2年12月乙つぼ城。 廃校後を隠しため、清志玉家沖明泉士、伊朝や寿司宮。漁師中、進む孔道助律官官。漁師、太鼓伝門受けたい、詳細小告元も皇后統廃場。ありがとうございます。